民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆海の苦しみの始めなのです。そのようにこれらのことのすべてを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいてくるいると知りなさい。まことにあなた方に告げます。これらのことが全部起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りません。私たちは終わりの時、一日を24時間としたら、23時間59分59秒、6000年の終着点に生きているのです。1秒残っているのです。1秒。父なる神様は確かに聖書にこの時代と記されました。この時代が過ぎ去る前に私が来る。この時代とは私たちが生きている時代のことを言います。私に開拓の時くださったお言葉は変わりません。北朝鮮と韓国のトップの対話が実現するのです。こんなことがあれば、金正恩노동당위원장을5월안에만날것이라며통화명남북북미정상화5월안에만날바로내가すぐ私が戸口まで近づいていると知りなさい。終わりということです。これから神様の定められた日々が過ぎて、全ての工作が終わる前、神様は全世界をもう一度炎のような精霊の御業で覆っていかれるでしょう。世の終わりに叫ぶ締め、自支援の放送。私たちが生きている世界は今、嵐の前の夜と言えます。今年になって全世界で自然災害と事件事故が絶えず発生しています。このような事実は、私たちが生きているこの時代が終わりの時だという前兆を切実に見せているのです。人間工作の6000年を1日に換算するなら、現在の時刻は23時59分59秒。そうです。私たちは今、最後の1秒、世の終わりに生きているのです。マタイ24章に記された終わりの時の前兆が本格的に始まっている今、私たちと万民に向けられた父なる神様の摂理は何でしょうか。2018年終わりの時の前兆の始まり、中国中東部地域は눈폭탄을맞았습니다。드러났습니다。部分破損되기도했습니다。北部에있는사하라사막에는북미지역에100년만에한파가하나인입과키라는주변이온통흰아비교가참아미르니시노비나이산조가한국だけでなく전세계至るところで頻繁に起こっています。각정부は災害復旧に努め、災難を防ぐために努力しているもののなすすべがないのです。今のような山火事に地震津波がさらに強く発生すればどうなるでしょう。時に向かっていきます。去年も世界のあちこちでは同性結婚の合法化が続きました。現在まで同性結婚を許可する国は26カ国。バチカンのある高官は、生涯ストイックな生活だけさせるのは非人間的だ、自分は同性愛者だと公言し世間を驚かせました。私が同性愛者だということを誇りに思っています。教皇庁に謝罪するつもりはなく、同性愛者たちも謝罪する必要がありません。これにある国々では、性的少数者の人権を尊重すべきだと人権法案を制定しましたが、それに伴う葛藤も頻繁に発生しています。アメリカのある同性カップルが、クリスチャンの洋菓子店長にウェディングケーキを注文すると、宗教的信念を理由に丁寧に注文を断りました。ところがその後、店長は差別禁止法違反の疑いで起訴され、アメリカ社会にショックを与えました。
去年アメリカのギャラップでは全体回答者の 38% が創造論を認めているという結果を発表しました。この数値は3年前より 8% も減少したものですが、一方で神様が進化に関与したという有神的進化論を認めている比率は年々高まっています。多くのクリスチャンが神様を認めているが、聖書に自分たちの論理で理解できない面は非科学的だと、進化も神様が作られたという有神的進化論を支持しているのです。進化論は原則的に創造の概念に反していません。世界経済の貿易依存度が高まり、世界は EU の政治統合とともにさらに速いスピードで各分野が統合されています。 EU 1993年11月1日、ヨーロッパ12カ国が欧州連合を新たに創立しました。単一大統領も選出し、単一通貨を使い、今後さらに多くの国を受け入れていくそうです。フランス、ストラスブールにある欧州議会ビル。この建物は1563年ピーテル・ブリューゲルのバベルの塔という作品をモデルに建てたそうです。バベルの塔は創世記11章に登場しますが、人間は神のように高くなりたくてバベルの塔を建てていきました。その罪と悪によってもともと一つだった言語がいくつかに分かれるようになりました。これは欧州評議会が発行したバベルの塔のポスターです。このようなスローガンが書かれています。ヨーロッパ、多くの言語、一つの声。これはどんな意味でしょうか。 EU が神様に立ち向かって失敗したバベルの塔事件を21世紀に差し戻すというように聞こえます。これだけではありません。 EU の国々ではお城にある獣に乗ったインプを連想させる像を作ってキーテッドコインにも刻んでありますが、終わりの時 EU が反キリストを助けて自分たちの新世界政府を建設しようとする意図が明らかです。それなら反キリストは同世界を一つに支配していくのでしょうか。黙示録にある獣の刻印666がマイクロチップという形で登場しました。体の中に米一粒ほどの大きさの生体チップを挿入すれば、現金やカードがなくても決済が可能です。このチップは2009年からメキシコ、スウェーデン、アメリカ、イギリスなどで埋め込まれています。ほとんどの人がこれをより良い未来のための自然な科学の進歩過程として疑いもなく受け入れています。とても怖かったんですが、非常に現代的だという気もします。旅行するときパスポートをなくす心配もなく、手だけがかざせば全ての文書が現れると考えてみてください。これからこの政策は法律的に強制化され、このチップを受けない人たちは何も買えない時代がすぐ来るかもしれない。反キリストはこのように文化的、社会的に恐ろしいほど早く私たちの生活に浸透してきています。今皆さんと調べてみた内容は決して SF 小説ではありません。自分が知らないからといって存在しないのではなく、正確な事実を冷静に見て聖書にあって直視しなければならないのです。科学の発展につれて起こる自然な変化ではなく、聖書にある666の刻印に向かって進んでいく現象であることを知らなければなりません。ところで、罪と悪に染まったこの世代を父の神様はただご覧になっておられたでしょうか。人類のためにイエス・キリストを使わされて、私たちに救いの道を開き、終わりの時万民教会を建てて、全ての人に向けられた救いの摂理を成し遂げておられます。そしてこのような働きの最前線に、牧者の再創造の力と清潔の福音を伝える GCN の放送があります。
BCN 放送の理事長、同家女先生は、放送メディアによる世界選挙を志して祈っているうちに、2000年1月1日、GCN 放送の前身、万民テレビを開局しました。終わりの時、数えきれない魂を救う効果的な選挙方法だと確信を持って始めた信仰の行軍でした。神様が最初私たちに放送選挙のビジョンをくださった時、私たちには放送について何の知識もなかったし、放送についてよく知っている専門家もいませんでした。しかし私たちは神様がくださったビジョンを信じて、いつも心に抱いて祈り、神様が導かれる通りに従いました。そのスタートがまさに2000年から始まった大型海外政界でした。その国のテレビ放送が力を合わせて私たちの政界を集結してくれました。このような働きは世界のキリスト教マスコミ人の目を引きました。そしてこの終わりの時、神様が生きておられることと、イエス様が私たちの救い主であることを効果的に伝えたいと切に願っていた方々も、私たちと同じビジョンを持つようになりました。それは全世界をカバーするキリスト教放送をすることです。それでその場でただ三位一体の神の栄光のために、世界のすべての人に福音を伝えるための世界キリスト教放送ネットワーク GCN を結成したのです。2005年10月10日にはニューヨークの地上波チャンネル17番を通して最初の電波を打ち上げ、その後世界有数の放送局と協力関係を築き、地上波衛星ケーブル放送を通して世界170カ国に番組を送出し、御言葉がなくて飢え渇いているこの終わりの時、死にかけている数多くの魂を命に導くために世の終わりに叫ぶ使命を果たしています。私たちは毎日イジェルク先生の番組を放送していて、現在200カ国以上で視聴しています。視聴者はイジェルク先生の番組がとても好きです。番組を見てイジェルク先生の祈りを受けて、心臓病と皮膚病が癒されるなどの証がたくさん寄せられています。私たちは数年前からイジェルク博士の説教番組を放送し始めました。先生の説教を放送できてとても嬉しく思っています。ロシア語圏の視聴者は説教に関心があって、特に新しいエルサレムと霊の世界についての質問が多く関心を示しています。今から18年前、私は初めてここに来ました。2000年インターネット放送として始まった GCN 放送は、その年牧者を通してくださった清潔の福音と神の力ある技を全世界に伝えるための方法として、 NRB 総会及び博覧会に参加したのです。GCN 放送はこれまで NRB を通して多くの人に会って協力し、今は世界170カ国に命の御言葉を伝える放送に成長しました。それでは私たちは最初にここにどのようにして来るようになり、これまで NRB を通してどのような結果を生んだのか、その記憶を蘇らせるために18年前に遡ってみましょう。1944年に解決された NRB 世界キリスト教放送人協会 GCN 放送は、2000年第57回総会の時、韓国のキリスト教をメディアとして初めて NRB に加入しました。2001年 NRB で当時ホンジュラス国会議員で JBN 社長のエステバン・ハンダルに出会い、ホンジュラスキリスト教史上最大規模のホンジュラス連合大政会が開催できました。そして2002年には世界的なキリスト教通信社アメリカ ANS 代表のダン・ウディン記者の紹介で、 TBN ロシア社長でロシア教会協議会会長のイゴル・ニキチンとつながり、ロシアキリスト教史上最大の人数が集まった2003年ロシア連合大政会が行われました。
2004年には、ロシア政界に参加して恵みを受けた F 牧師の正式要請で、2004年、ドイツ連合大政界が開催され、同年 NRB でモグリス博士とつながり、マディソンスクエアガーデンで2006年ニューヨーク連合大政界が行われました。一方2004年ドイツ連合政界でイスラエルのボチャルニコフ牧師とレビン牧師がつながり、ついに2007年7月25日、ナザレ・スピリット・オブ・ラヒュー教会で牧者のイスラエルでの働きの最初の一歩を踏み出しました。3年間の働きは、主だけが私たちの救い主であることを述べ伝えた2009年イスラエル連合政界として実を結びました。2004年、カリフォルニア州アナハイムで NRB 博覧会の時、私は初めてマミに出会いました。今でもその時のことをありありと覚えています。そしてマミとイジェルコ先生との関係を最もよくつないでくれたのは、マディソンスクエアガーデンで行われたニューヨーク連合大政会でした。先生が伝えられる命の言葉と、神様が先生の祈りにどう応えてくださるのか体験できました。このように万民と一緒に働くことになったのは神様の摂理であり、聖霊の御業だと信じています。今後私たちはワールド清潔センターの働きを発展させて、万民と清潔の福音イジェルコ先生の働きをさらに知らせるでしょう。私たちは NRB 博覧会を通して世界のキリスト教放送と協力関係を構築し、これは私たちが海外政界を行うたびに実質的な助けになりました。また GCN 放送が全世界に創出されているのを見ながら、父なる神様の設立にあって全ての働きがパズルのように組み合わせされているのが確認できました。それでは2018年にはどんな備えられた人々に出会えるでしょうか。今から私と一緒に2018年 NRB 現場へどうぞ。2018年 NRB 総会及び博覧会が開かれるアメリカのナッシュビル。今年は連帯、発見、発展という3つのスローガンのもと、アメリカのテネシー州ナッシュビルのゲイロード・オーフリーランド・コンベンションセンターで開かれました。これまで NRB は毎年全世界のキリスト教放送人が参加する最大規模のキリスト教行事として、クリスチャン講師の講義と情報交流やネットワーキングの機会を提供してきました。NRB 指導部をはじめ、参加者が関心を共有しながら交わって PR するグレートコミッションレセプション、今年世界的に話題になった平昌冬季オリンピックの後、韓国と北朝鮮とアメリカの関係改善の展望などについても尋ね、最初の日から韓国から参加した GCN 放送の働きに強い関心を示しました。長い間 GCN が NRB 博覧会に参加してくださって感謝しています。ここに参加されたこと自体が NRB の働きに大いに預かっているということです。数ヶ月間オリンピックと関連して北と南が対話をして、選手団派遣もありました。このようなことが最終的に海洋につながるのです。北朝鮮の門が開放されるその日に備えられたと思います。自身の働きは私たちにも勇気をくれます。私たちも自身の働きが続くように力になりたいです。特に特別講師としてマイク・ペンス副大統領が招かれ、会場は入場前から警護が厳しかったです。
올해로 今年で75回を迎える今回の博覧会は副大統領が参加するほど世界最大のキリスト教メディア行事になりましたが、ペンス副大統領は敬虔なクリスチャンとして知られていて多くのクリスチャンの関心を集めました。私はまずクリスチャンで保守主義者で共和党員です。去年国民祈りの日にトランプ大統領はどんな個人も宗教的信仰が守られ、それによって処罰されないことを宣言しました。私たちはメディアと宗教の基本的な自由を保護するために努めます。その後、GCN 放送の金智能局長は副大統領との短い交わりを通して同活先生と万民の働きを知らせました。2月28日開幕式から3日間の本格的な交流の場が開かれました。全世界から40カ国200余りの業者が参加、放送技術や番組装備などを PR して最新技術と多様なコンテンツを披露しました。今年 GCN 放送は会場入り口の中央にブースがあり、多くのキリスト教メディア人と交流しましたが、平昌冬季オリンピックが終わった後なので韓国から来た GCN 放送への関心が高まって PR 効果がさらに大きくなりました。また同活先生の説教と神の力を体験した証をはじめ、万民のキリスト教芸術文化など多様なコンテンツと同科書先生の英語版著書とワンの甘いミジを PR すると、観覧客は関心を見せました。番組がとても美しいです。前には見たことのない姿ですが、向こうからここを見ていると私の好奇心が刺激されました。賛美と舞踊がとても美しくて幸せそうに見えます。みんな楽しそうで主を心から愛しているのが感じられます。私は毎週手術の朝、花まで縁なせテレビでイジェルカ博士の番組を見ています。先生のメッセージを通して神様の強い御臨在を感じて熱狂的に視聴しています。これからも変わらずに神様の栄光が現れるようにと祈ります。それで私たち皆が毎週毎日毎時間聖霊様の御臨在と驚くべき神の力が体験できることを切に願っています。GCN 放送のブースには世界各国のキリスト教放送局の代表者と関係者の訪問が続きました。イスラエル政府の国政広報室のリチャンチェン室長は、去年 GCN 放送が第1回イスラエル政府招聘世界キリスト教メディアサミットに韓国では唯一招待されましたが、今年はぜひ GCN 放送理事長の同活先生が参加してくださるようにと要請しました。これまで GCN はユダヤ人とクリスチャンが互いにうまくやっていけるように素晴らしい働きをしてきました。今年私たちはイスラエル独立7周年
も向かいます。全世界のキリスト教メディア団体がイスラエルとエルサレムを訪問するでしょうが、特に地震と理事長をエルサレムにご招待したいです。ぜひ来られてご一緒にイスラエルの独立70周年をお祝いください。エルサレムでお目にかかりたく思っています。昨年クリスマス日本教会を訪問したブルガリアのクリスチャンテレビ代表ベレフ牧師は、現在ブルガリア全国とヨーロッパなど20億人に放送していますが、キリスト教を伝えにくいヨーロッパでも GCN 番組が大人気だと伝えています。私たちは2週間に4回 GCN 番組を放送していますが、とても良い反応が来ています。アジア地域からさえ反応があります。特にイジェロク博士が創造主の神様とイエスキリストについて詳しく説教された部分に、ヨーロッパの視聴者が解明を受けています。視聴者から電話が来ましたが、博士のメッセージと万民中央教会の本聖殿の様子にとても恵みを受けたそうです。また多くの人から癒されたと証しする電話ももらいました。私たちはとても幸せです。これはスタートに過ぎないからです。これからもっと多くの方が GCN 番組を通して神様を見つけて体験するでしょう。NRB テレビのミラー社長は、イジェルク博士がいつも祈ってくださるので、最近 NRB 副会長兼社長に昇進する祝福をいただいたと明かしし、これからも GCN 番組を放送することにしました。イジェルク博士の番組を NRB テレビで放送するようになって嬉しく思っています。イジェルク博士の働きが個々アメリカと韓国でだけでなく、インド、アフリカ、そしてアジアを超えて全世界に広がっていることが喜ばしいし、自身とパートナーになって多くの視聴者とつながれることもとても幸せです。博覧会の間、自身の世界観を共に実現していく各国のクリスチャン放送局代表の訪問が続いて、新しい番組の養成とネットワーク加入など持続的な放送協力を締結しました。特にアラビア語圏の放送アルカレマテレビと新たにつながり、ルモプロジェクトは聖書ビジュアル番組を無償で提供するといい、ビジョンアフリカ代表のサンデー総会長は GCN の番組供給を要請し、続けて関係をつないでいくことを協約しました。多くのメディアが自分の働きをグローバルだと思っていますが、実は自国に集中されている場合が多いです。GCN は本当に世界の隅々まで働きを広げています。同時に、新しい機器とプラットフォームを導入し、数千万の視聴者を確保したことは成功したケースであり、これからどんな驚くべき結果が待っているか楽しみです。行事の間には主要参加者がテーマ発表を通して直接 PR するラーニングアリーナがありました。GCN 放送の金人の局長は、神の力と放送というテーマで牧者の再創造の力を紹介しました。マーク・パザレフ牧師は、超大型ハリケーンイルマが来た時どのような信仰で牧者に祈りを依頼して守られたのか資料とともに明かして、フィンランドから参加したヘブンテレビセブン副社長のヘルク牧師は、2009年イスラエル連合政会で目撃した牧者が行う神の力を伝えて、参加者により確かな神の力を明かししました。この後恵みを受けた観覧客が GCN 放送のブースを訪ねてお礼を言うのを見ながら、 GCN 放送が持つ支援使命の重要性がさらに確信できました。私たちはクリスチャンとして災いの原因が何か、また神様がくださるメッセージがあるか考えてみるべきです。
カリフォルニアの山火事や全国で発生した洪水のように、毎年災害がもっと頻繁にもっと大きい強度で発生していますが、私は祈りの力を信じます。聖書に記されている通り、私たちがへり下って神様に信仰によってより頼めば、神様が私たちの祈りを聞かれ、奇跡を行われると信じます。私はバージニア州の海岸に住んでいます。過去、ハリケーンがバージニア州を襲ったことがありますが、神様に祈って守られました。現在、アメリカ政府にはこのような神の力が体験できる機会が与えられています。政府のトップにはクリスチャンがいて、この方々が神の人に祈りを要請すれば災いも防げると思います。この他にも GCN 放送は NRB 主催の晩餐会に参加しました。現在成功した事業家としてアメリカのマスコミでも競って紹介するリンデル代表が明かししましたが、最後の日 GCN ブースを訪ねてきました。ハリケーンイルマの証を伝えると、牧者が行う神の力ある働きに大きい関心を示しました。ハリケーンの消滅はまさに祈りの力の家です。イジェルク博士にアメリカから挨拶します。私も祈りの力を信じていて、博士が知っておられる働きを信じます。私は政界の人たちと親交があるので、彼らに博士の働きを伝えます。これまで GCN 放送が NRB で築いてきた出会いは偶然ではありません。父なる神様の正確な摂理のうちに備えてくださった一人、万民を慕う一人を通して、キリスト教、放送、国家が一つにつながって万民の働きを大いに繰り広げていく重要な通路になりました。何よりも再創造の力で空間運営を自分の日常生活で適用して自分のものにしなさいという牧者の言葉のように、2018年 NRB では全ての出会いを通して神様の摂理がより活発に成し遂げられていることが感じられました。終わりの時、このような放送選挙を行えるように支援してくださった理事長の道家女先生に心から感謝し、父なる神様に全ての感謝と栄光を返しします。世の終わりに叫ぶ使命、 GCN 放送。今日私たちは父なる神様が備えられた人々に出会って、全世界の GCN 放送の視聴者の声を聞きながら、 GCN 放送のグローバル化がさらに身で感じられました。誠に水が海を覆うように、地は主の栄光を知ることで満たされるとあるように、私たちは罪と悪がはびこっている世の終わりに福音のアンカーになって、より多くの人に清潔の福音を伝えるでしょう。神のすべての武具を身につけて、より多くの魂が救われるように、この聖なる働きを牧者と共に実現していく私たちになりたいと思います。これまでアメリカのナッシュビルから金次郎でした。それは命与える救いの